どうも、じゃあ、梅宮です。今日も対戦続きパン対戦やっていこうと思います。まあ、まずは、やはり3戦ぐらいアップして、まあ、オンラインね、いつも通り潜っていこうと思います。じゃあ、練習やっていきましょうか。まあ、要所要所ちょっとミスってたような気がするけど、スコア上はまあまあまあ。まあ、本当にトップ層ぐらいになると、ちょっとね、1ミス、1ミスで、致命傷になりかねないので、まあ、しっかり操作精度上げていきたいですよね。まだちょっと操作ミスしたりしてるんで、かなり。強いですね。これは強い。やっぱりその、消せる場所が見えないのと操作ミスっていうのはちょっと違うんで。見えてても、動かしきれてないのは、動かしきれてないのと、やっぱり、パネル消せる場所が見えないっていうのは少し違うんで。いやー強い。いいですね。今日は割と見えてる方なのではないか？今日は割とパネル見えてる方だと。前回ね、だいぶちょっと見直したら、だいぶパネル見えてなかったんで、やっぱり見えてる人見えてない日っていうの結構あるから、そこをね、安定させたいですよね。じゃあオンライン潜っていきます。50戦50連勝です。このいかつさ。50戦50連勝というね、いかつさですよ。集中していきましょうか。はい。ヒムランコさんよろしくお願いいたします。2351。パンダか。いや、まあ普通に強いんで。あ、いいと思います、これは。相手はどのぐらいでしょうか。ディフェンスが140ぐらい。140か50ぐらいで、アタックが、242ですかね。242の150、40ぐらい。しっかり、まあ、ノーダメージで勝っていくと。はい、対戦ありがとうございました。よし、いいですよ。順調です。はい、ドルさんよろしくお願いいたします。
最後にディフェンス見たいけど、これは強くない。さあ、どうだ？相手の方が先行ったんで、とりあえず大丈夫ですね。115か、当たって。ディフェンス先。ちょっとラグあります。よしよし、危ない危ない、さあ。よしよし、いいですね。はい、ありがとうございました。はい、こぶたははさん、よろしくお願いします。怖いんでディフェンスをメインに消しに行きましたね。224レフラッキングしたら十分なディフェンスだと。相手は相手も強かったですね。結構170ぐらい160か70ぐらいディフェンスあって、こっちもずっと減ってると思います。相手も結構強かったですね。しっかり勝っていくと。さあ、だんだん強くなってきて、ヒヤヒヤするぞ。はい、ありがとうございました。レベル上がってきましたね、やはり。このレート帯になってくると。53戦、53連勝。はい、勝さんよろしくお願いします。レート2496。今までで最高の相手ですね。ありがとうございします。まあ、こっちでディフェンス増えたんで。最後できるのはカバー消したかったな。ディフェンス247。ディフェンスラッキーにしては十分、バランスが整ったんですか。相手は130くらいかな。あそこでノーマンムービーできたのがでかいですね。アタックもでも230くらいか。よし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 。いいですよ。ラストいっていきましょうか。
ったな。スコア、ディフェンスまあまああるけど、だいぶ、連鎖途切れてたんで、重要なところで。どうでしょうね、これ。相手の方が先減ったけど、アタックが少ないんで、止まった止まった止まった、よしよし。最後にディフェンスレーターし、ハートも出てるんで。よし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 。これは大丈夫じゃないかな。こっちだけハート出た。相手は出なかった。体力はどちらが多かったんだ、まあ、体力が多い方にハートが出るということもあるので。最低ディフェンス200ぐらい。十分強いですね。さあ、強いぞ。みんな強くなってきた。まあ、しっかり勝っていくとね。うぅ、危ない危ない。まあ、まだ危ないというほどではないですけどね。まだ、ちょっと余裕あるけど。まあ、なんとか勝っていきました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。55連勝とね。いやぁ、55戦55連勝ですよ。いやぁ、だんだんね、気合入ってきますね。このレベル帯になってくると。まあ、こんな感じで。今日もね、お疲れ様でしたというわけで。まあ、もしよろしければ、まあ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いいたします。で、ありがとうございました。